ジェイコブ・デ・シェーザーは、アメリカ合衆国オレゴン州出身の、元アメリカ陸軍航空軍の軍曹、同リットル空襲に参加したパイロットである。後に宣教師となり、日本でキリスト教の伝道を行った。デ・シェーザーとフチタ、渕田光夫との伝道旅行1942年、同リットル中佐の攻撃隊の一員として、 航空母艦ホーネットから16番機の爆撃士として発艦し、日本本土発空襲に参加する。中国大陸では上機が日本軍支配地域に不時着したために日本軍の捕虜になり、60日間尋問と拷問を受ける。その後、上海で戦時国際法違反で裁判が行われ、終身禁固刑をとなり、南京で戦争犯罪人として、 獄中生活を送る。その時、仲間の一人が病死した際に、葬儀を行うために、日本人監守が差し入れた聖書により、キリスト教に改心する。1945年8月20日に、北京で解放された。アメリカへ帰国した後に、日本人伝道を志し、シアトルパシフィック大学で、進学教育を受け、私は、 日本の捕虜であったという日本語のパンフレットを100万部以上日本に送り続けた。1948年に宣教師として妻フローレンスと共に来日。淵田光夫と協力し10年間北海道から沖縄まで伝道をする。1977年に本国に帰国し、オレゴン州で伝道を続けた。ありがとうございます。